すまない、聞きたいことがあるんだが。なんだい。そこが奇跡の町なのか。ああ、あんたも噂を聞いてここを目指してきたのか。そうだ、ここが奇跡の町と言われてるエデンさ。エデン。だが諦めな、エデンに行くことはできないからよ。どういうことだ。入れないんだよ、エデンに。あのバカでかい壁の中にエデンがあるんだが、中に入れてくれないんだ。門の前に集まっている連中は奇跡の町を求めて集まってきた人間さ。諦めきれずに扉の前で騒いでるんだよ。どうやったら中に入れるんだ。それが分かれば俺がやってるよ。衛兵には何を言っても無駄だったからな。金も物も泣き言も聞かねえ。門以外から入れるところはないかと探ってみたが、壁はあの高さだし、周囲の警備も厳しくて忍び込むことも無理だ。奇跡の町は物資が豊富にあると聞いて、俺は死ぬ気でここまでやってきた。やっと着いたと思ったら、奇跡の町どころか入れない町だったってわけさ。何が奇跡の町だよ、クソ。俺はもうここに見切りをつけた。あんたも諦めた方がいいぜ。俺はこの町でやらなければならないことがある。自分の目と耳で確かめるといい。そうすれば諦めもつくさ。